選挙区は3つににままたた。がる形になりました2013年の区割り見直しで2分割になりましたが分割された状態はなお続き今回初めて1つの選挙区となります一体化の情勢を目指したま町づくりがその阻害される要因であったりあるいは選挙事務などの事務量が 大変な負担になっておりました。これを契機により、この国政に地元の課題や要望をストレートに一体的に届けることができるようになる。